弱いんだ。あの YouTube で一曲紹介させていただいたものなんですよ。どうもありがとうございます。それでほらご案内いただいたもんですから、ずっと過去の YouTube 見直してたら出てきまして、あ、そうだ、正月にやるなと思いましてね。来てくださったんですか。はいはい、もうすぐ近いんですよ。自転車で来たんですけどね、私松戸ですから。はい、あ、そらちゃん、どうも、明けましておめでとうございます。去年は結構忙しかったでしょう。去年は結構代々木公園とかね、忙しかったですもんね。あの、頑張ってください。今日ね、たくさんあるのでね、今年もね、一生懸命いろんなイベントに出て、はい、よろしくお願いします。じゃあ頑張って、もうね、始まるでしょうからね。非常に多くのステージをこなされてて、今日も大変な中、ちょっとご出演をお願いいたしました。今日 あのポスターにも書かせていただいたんですが、今年も2個の音色で癒しをお届けします。あの、これはソラ&ジャスミンさんが送ってくれた言葉です。最後までゆっくり、あの、2個の癒しの音色を聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。